さあ、それじゃあ2つ目聞いていきましょう。2つ目、清水さんが愛する山は。2つ目はですね、今度は中国地方っていうふうな形のゾーンを広げていただいてですね、うん、その中でもですね、いわゆる霊峰として有名な鳥取県にある大山ですね。大山、はい、はい、大山は鳥取県にある標高1729メートルの山です。伯耆富士とも呼ばれ、日本百名山や日本百景にも選定されている、もうね、美しい山ですよ ね、 ね。ここもやっぱり霊峰って呼ばれてるんですか。霊ってそうですね、魂の霊ですよね。魂の霊ですね、はい、でここの霊峰っていうのは、先ほどのその檜原山のように神話の、物語もあることはあるんですけど、はい、それ以上にですね、山岳修験道の聖地でもあるわけなんですね。そうなんですね。で今年が実はその開山1300年なんですに当たるんです。で、もちろん今日は山の日だと思いますけど、山の日の第3回山の日記念大会っていうのがこの、山岳修験道の聖地である大山で行われているんです。今年3回目の山の日の、そうですね、日本を代表するイベントが今大山で行われている。そうなんです。山岳修験道の修行の場所、そうですね、いわゆる日本全国山岳修験道っていうのはたくさんそういうふうな、はいはい、山々あるんですけれど、特にこの、まあ、西日本では九州の彦山ですとかね、それからあとは、福井県の近くにある白山ですとか、うん、でこの大山っていうのはですね、大山の近くに投げ入れ堂っていうのもありますよね。崖の上に、崖の上、あそこもいわゆるその山岳修験道なんですけど、いわゆる山陰地方ではこの投げ入れ堂と大山とが、うん、いわゆるその競い合ってたっていうですね、そういうふうな感じの逸話まで残ってるぐらいですね。修験道、いかに修験道を育てるかで競い合ってたんですか。まあそうですね、うん、いわゆるその修験道のどっちがいわゆるその勢力を持ってるか、持ってるかっていうですね。え、大山登りながら修行するんですか。そう修験道、まあいわゆるその山頂まで登るっていうこともありますけど、山岳修験道っていうのは要はその山っていう、先ほども申し上げましたけど、まあ神聖なるその山っていうゾーンの中に自分の身を入れて、自分の身を、その汚れを落としていくっていう、そういうふうな感じのことがやっぱりその修験道なんですね。ですから大山の中にあるその滝に打たれてみたいなですね、でそういったような形の業務する側として山を選ぶっていう、だからもう一定頂上まで降りるとかではなくて、ではないんですよ、山全体、そうです、そうです、その通りですね。心身を鍛えるみたいな、食べ物もそこで捕まえてみたいな、まあいわゆるその千日開放業なんていうのが行われたりしますね、比叡山のあたりで、はいはいはい、あのあたりなんかではやはりその食べ物まではほとんど、獲得することはありませんけれども、うん、長い時間を山の中でたった一人で、過ごすっていうですね。へー、たった一人、めちゃくちゃ怖くない。やっぱり山っていうのはやっぱどちらかというと平地に住んでる昔の人にとってみたら魑魅魍魎の世界なんですね。この魑魅魍魎の世界にいわゆるその自分の日常を脱皮してですね、その非日常の世界に自分の身を投げ入れて魑魅魍魎の世界と同化していくっていうかですね、そうすることによって身を浄化する。あれだから投げ入れ堂っていうんですかね。まあ投げ、まあ確かに投げ入れ堂の名前のルーツの詳しいところまでは分かりませんが、おそらくその縁の行者っていうその山岳修験堂のその創始者がですね、あそこに何かを投げ入れたっていうですね、いうような形のことだと思います。すごいですね。これ1300年前からそういうことが行われてるんですか。ちょうど1300年ということは要は奈良時代末期なんですね。だいたいその大山のこの開山というのは718年と言われています。古事記が書かれたのが712年なんですよ。ですからちょうどその同じぐらいのような感じの時に、ここが改ざんされてるんですね。すごいです。清水さんに失礼だと、世間の言い方すると、その奈良時代にある男が、よし俺ちょっと強くなろう、ごめん家出するで大山行って鍛えたって、そういうこと。もう本当に簡潔に言えばそうですよね。そんな感じ。もう俺はもう世間なんか嫌いだと、世俗のことを忘れてですね、ちょっとその自分を浄化して鍛えたと。ですからその親兄弟いろんなものをですね、財産から何から全部投げ捨ててですね、まあ山に帰るっていうですね、そういうふうな感覚だったんじゃないか。いたんですね、奈良時代からそういう人が。いっぱいいたんですよ。いっぱいいたんですか。奈良時代もいっぱいいたし、ちょうど明治維新が起きた時に、明治維新の時にその明治の5年にですね、修験道廃止令が出るんですが、
その時に日本全国で17万人いたっていう、そういう記録が残ってる。修験道廃止令まであるんですか。修験道廃止令が、明治の5年に出るんですけれど、その時に日本全国で17万人の方が修験道の山伏として、それで生計を立てていたっていう。うわ、廃止しなくても良さそうなもんですけどね今思えば。まあおそらくこういうふうな、なんですかね、まあその一つのその、まあ、帝国として、確立していくためには他のいろんな ね宗教を。修験道絶対税金払わないでしょうからねそれは政府にとって困るんでしょうねそういうのはね。うわ、面白いですね。大山がちょっと私2回ほど、あ、そうですか、登ったことあるんですけど、頂上まで行かれる、頂上まで、あ、そうですか、はい、あれあれですね、うまい具合に温泉も配置してあって、そうなんです、そうなんです、いいとこですよ、ね、いいとこなんですよ、修験道にとっては、昔から温泉もあったとすれば、修験道も温泉もあるんですか。いや、わかんないけどまあいわゆるその修験道の山口さんたちっていうのは山から降りてきて、うん、里の人たちの病を癒したりとかするんですね。ですからそういう温泉の効能とかですね、そういったものに対するその知識はあったはずですね。三笹温泉がすぐありますしね。三笹温泉ありますね、そうなんです、近くにありますよね。もう一回大勢行きたい。さあ、それじゃあいよいよ最後の3つ目聞いていきましょう。